今日はですね、虎ノ門ニュースのやってきまして、なかなか虎ノ門ニュースやるときには気合が入っておりまして、朝まあ、もう6時何分にはもう出発してですね、スタジオに、7時半に入って、それで8時からメイクしたりして8時から放送に入るもんですからですね、やっぱりこう朝一番で気合が入ってるんですね。特に今日は、体の調子も良かったもんですから気合が入っちゃってですね、まあコロナのこととか、それから須田さんがですね、マスコミが伝えないことを、まあ、検事総長のこととかなんか話をされましたもんですから、だん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 勢いがついてちょっと今反省しております。まあ今日のブログはですね、幸福な日本9番で、今ほとんど同じようなことを続けてるんですが、なぜ日本人は幸福になるのかということをこの前お話しました。それでは、日本には不幸な人が、不幸っていうのかな、幸福ではない、満足じゃない人生を送ってる人がいるんですけども、なぜ日本に住みながら、幸福でない人がいるのかという問題はですね、もう一回ここで、話をしたいと、まあ、いうふうに思うわけですね。つまり日本は実は3つの原則があって、それで幸福なわけですよ。全員が、日本は日本人のものである。つまり他の国はですね、まあ今日も虎ノ門ではアメリカに住んでいる黒人の話もしましたね。まあ、アメリカに住んでる黒人っていうのはなかなか幸福になること難しいんですよ。っていうのは差別をもともとされますからね。肌の色なんていうのは自分が反省したからとか自分が努力したからって変わるもんじゃありませんから、たまったもんじゃないですよね。それで警官に首根っこを挟まれて窒息して死んじゃうわけですから。だから日本は日本人のものであるっていうことは、本当にこう我々にまず幸福になる基礎的な要件をくれるわけですね。まあ日本に住んでますと差別というのがないんで、まあそこをベースにして考えますが、まあアメリカに住む黒人の方を基準にしたらですね、本当に日本は日本人のものなので幸福なんですね。それから次は自然が神様っていうことですね。まあ日本はこの自然というのはですね、人間というものは自然の中に住んでいるという意味なんですね。ですから、まあ、自然を崇めるということなんです。で、これは非常に重要なのは、自然を例えば神様を信じている神道の人とかですね、こういう人は謙虚なんですよ。なんでかって言ったら自然を敬ってますからね。奈良の山の吉野の山の奥の方に神社がありますが、そこに行って静かに座ってですね、自然にそこの近くの山とか川、それからそこに宿る神様に深く感謝するわけですよ。自分が生まれたこと、自分が今存在すること、そういうことに深く感謝をします。自分の周りにいる人っていうことは、どういうことかっつったら、まあ、ありがとうございますの人生ですからね。それはやっぱり幸福ですよ。それで、自然が神様ですからね。キリスト教とイスラム教の戦いなんていうのは全然日本には関係ないんですよ。イエス・キリスト様とかですね、ムハメド様っていうと、お前と違うじゃないかって喧嘩になるわけですが、日本は全然喧嘩になりませんよ。結婚するときはまあイエス様のもとに愛を誓いますとかね、初詣の時には神様家族を幸福にしてくださいとか、そういうふうにこう神様いっぱいいますからね。自分よりか優れてる人、優れてるっていうか、それ本当は優れてるも何もないんですね。自分がここに、自分が命をもらって生活し、それでおいしいものも食べ、楽しい話もする、そういう機会を与えていただいたこと、与えていただいたのはもちろん自然ですからね。お父さんお母さんを含めて自然ですから。で、今度次が男女を比較しない。これはやっぱりね、人生が幸福なためには
男と女の関係が楽しくなきゃいけないんですよ。男と女いがみ合ってちゃいけないんですよ。だからね、なんかね、すぐね、女性のこと言うとですね、僕がそんな先生、男と女を区別して、いや区別するからいいんですよね。男と女って比較しちゃいけないんですから。だって同じじゃないんですから。だから僕は一生懸命言ってるわけですよ。男の得意なところがある、力があるとか、論理的にものを考えるとか、あんまり感情が左右し動かないとか、そういうことがあるんですよ。だから男性が例えば音楽家だったらね、ベートーベンだって、シューベルトだって、何だって男が多いんですよ。これ男女が、女性が差別してるから、差別されてるからじゃないんですよね。それから女性は今度はもちろん子供を産む、子供を育てられる、きめ細やかだ、愛情があると。確かにね、私思うんだけど、親がね、年取ってこうだんだんダメになっていきますよね。男はやっぱり冷淡です。息子はやっぱり、娘は愛情深いですね。これ見てたら分かりますよ。だから男は男のいいところがあり、女は女のいいところがあるんだから、別に男と女を比較してどっちが上だとか下だとか言う必要ないんですよ。特徴があるんですからね。それぞれが幸福になればいいわけですよ。僕はもうそう思いますね。日本はそうだったわけです。だから、まあ、だけどもどっちかっつったら男が力が強かったりするので、形式上は少なくとも女を上にしとくと、これが天照大神なんですよ。それでスサノオノミコトは男で暴れるから、まあ、三男坊というか次男坊というか長男というか、要するに女が長女、次女がいて3番目に生まれた子供を男にしてるんですね、神話は。だけども例えば天皇陛下みたいに、遺伝子的に男の方がいいというものはただ男にしてる。これもですね、大体天皇が女性がいいか男がいいかんで比較する自体が惨めなんですよ。それはそうじゃなくて、まあ、天皇陛下という血筋を重んじるものは Y 遺伝子をつなぐ男と、それから女性が得意な分野は女性というふうにしてるわけですからね。ですから、まあ平安時代までは男は記録文書しか書けませんでしたから、したがって作家っつったら紫式部とか清少納言とか泉式部とか、皆さん知ってるように全部女性ですよ。ですからね、男がどうとか女がどうとかいうのはもう日本にはないんです。ただその不幸に、自分が幸福にならないのはなぜかったら、この三原則に反するからなんですね。まず第一にちょっと不幸になる方をちょっと説明しますとですね、日本は日本人のもの、日本は日本人のものなので、みんなで働くんですよ。全員で働くんです。誰がサボって誰が働くってことないんですよ。だから日本には奴隷制度がないんです。全員で働くんですね。全員でお米を作る、全員でまあ誰かが鍛冶屋をやるというふうになってるわけですね。で、したがってこれは男もそうで、要するに自分でちゃんとやるんですよ。外国みたいにですね、外国でいいんですよ、日本以外の外国みんなそうですから、金持ちになったら俺は遊んでて人に働かせるっていうのはダメなんですよ。これ日本は日本人のものじゃないんです。それから奥さんもそうなんですね、女性も。今日もちょっとそういう虎ノ門でそういう話出たんですけども、日本の女性はですね、他の人に、他の家政婦とか女中とか奴隷とか雇ってもですね、それにやらせるっていうことができないんですよ。自分ですぐやっちゃうんですよ。東南アジアにですね、なんていうか赴任した日本の夫婦はですね、まあ大体向こうに行きますとインドネシアとかフィリピンの女性をメイドに使うんですけど、中国人ですとね、中国人の妻だと、お、あれやれこれやれ、トイレ掃除しろとこう言うから、メイドの方も働きやすいらしいんですよ。ところが日本人の妻はですね、自分で、いやトイレは私が掃除しますからやっちゃうから、だからメイドは嫌になっちゃうって言うんですね。で、これは日本人のいいとこなんですよ。日本は日本人のものなんです。これがもう染みついてるんですね。ですから日本人の奥さんは自分の家のことは自分ですると。だから奴隷制度があるところはあんたやんなさいになるわけですね。今日、津田さんが控え室だかなんかで言ってましたけど、
向こうのその奴隷制度の強いところは、奴隷がなんか部屋で掃除してる時も平気でその部屋でセックスすると、それはその犬がいるのと一緒だからっていうねような話をされてました。それはもう本当に幸福なんですね、日本は。それから自然が神様であるから、感謝の心があるってことですね。それからお天道様が見てるから悪いことはしない、こういう感じなんですね。だから、日本人は正直であり嘘をつかずっていう生活だったんです。それから私ね、原子力やってから、何でも素直に自分の気持ちを言ったり事実を言ったりするようなことができるようになりました。それでやっぱり楽になりましたね。なんか嘘つかなきゃいけない、自分をよく見せようなんて思うとですね、あそこではこうどう言ったかな、ここではどう言ったかなって四六時中考えなきゃいけないから体の調子も悪くなるんですよ。だけども自分のしたことはしょうがない、お天道様の下で正直に生きるんだと、それから自分の欠点は欠点で認めていく、それから周りの人が考えてみりゃ自分のためにご飯を作って、まあ米を耕してもらってね、野菜を作って、まあ豚なんかになるともっと偉いですよね。自分が死んで豚肉を僕に供給してくれるわけですから。まあ今日だって虎ノ門に行って虎ノ門ニュースをやるにはですね、まず朝タクシーが来てくれて、タクシーに乗って朝早いですからね、そしてスタジオに入ったらメイクもしてくれるし、いろんな洋服の世話とかなんかしてくれる、それからまあ、放送の段取りもしてくれるし、機械の人は機械の調整をする、お茶も出してくれると、もうそれはみんなに感謝ですよ。だからありがとうござんすと、まあ、いうことですからね。これも幸福になるんです。から男女を比較しない、女性のいいところをとにかく伸ばす。今日も、講演のあと2人の方が僕の本にサインをして、その1人の方が、ブログやってるんですよね、ネットで見てくださいっつってご案内いただきました。まあ、そういう、人のつながりもできますんでね、本当に素晴らしいと思います。だから日本は日本人のもの、自然が神様、男女を比較しないというこの3つの原則に反すると不幸になるんですよ。例えば夫婦でもですね、私がこれをやったからあなたはそれをやんなさい、男女平等だからなんて言うとね、ギクシャクしちゃうんですよ。それから自然が神様と思ってないから、悪いことはするお天道さんを見てても平気で嘘を言うってことだとやっぱりダメなんですね。それから日本人は日本人のもの、つまり全員でやるんだと、誰が下女だとか下男だとかそういうこと言わないよという、自分が汗水垂らしてやるんだっていう、そういうことですね。それからまあもちろん良寛様とか、まあ、昔から日本で言われるそういう人たちですよね。そういう生活からやっぱり外れてるわけですよ。そうするとやっぱりもっと金は欲しいとかなんとかいうことになりましてね。だから私は日本に住んでる限りは必ず幸福になるけど、日本が幸福であるという三原則、日本人は日本人の、日本は日本人のもの、自然が神様、男女を比較しないという三原則に反しているので、その毎日不満があったりしてダメなんじゃないかっていうのが私の考えなんですね。まあ、ちょっとこの日本と幸福という問題、このシリーズをなんで私が一生懸命やってるかって言ったら、今周りを見ますとね、本当にヨーロッパのその、まあ、悪い文化ったらヨーロッパの人に悪いんですけど、ヨーロッパの悪い文化にこう洗脳されてね、そして不幸になってる日本人が多いんで残念だなと思うという、そういうことですね。またいろいろなことを復活したいと思います。